中心点という話をします。中心点です。中心点、これがすごく、また次に重要な話です。今のはボリュームの話ですよね。今やったみたいに顔、その図にあるみたいに顔の1、2あるでしょ。そこに1、2、1、2、1、2、3って書いてあるね。こういう、あるいは横顔はこういうのが書いてあるでしょね、ちょっとちゃうけどね、こういう感じ。これが今やったボリュームのポイントです。まず前髪のここに、今さっきみんな前髪あるしボリュームあるわな、ボリュームプラスとしておきますね。ここにボリュームが出ると、さっき言ったみたいに逆にへこむところが出てきます。へこむところが出てきます。それがこの顎の部分にマイナスが発生します。これはここに反応します。そしてさっき皆さんが頬骨いらん人は、頬骨はここにあります。頬骨を消すのはその上のここにプラスボリュームを持っていってください。あるいはほっぺたの丸みを消したい人、これを消したい人はこの上にボリュームを持っていってください。これで下は消えていきます。ボリュームのあるところのすぐ下がマイナスになっていきます。というふうにこのボリュームの話は出来上がってます。そして前髪のこの位置、この今のこの部分だけ少し他の考え方があります。それは前髪のボリュームが大きく出ていくと、大きくこんな前髪あれへんけど、大きく出ていくとどこまでいくねんみたいな、大きく出ていくとプラスになっていくと、今度はこれは顎のこの部分がマイナスしていきます。すなわちこれがこういうふうに下がって見えていきます。ということは顎が出てる人のに対して前髪を作ると、この顎はへこんで見えるということです、ね、逆に顎がもともとあまりない人は大きな前髪をつけると余計顎が後ろに下がって見えるということです。ですからあまり顎のこの前の顎な、この顎があまりない人は重たい前髪をつけるとどんどんこれが後ろに下がって見えて、顔がこういうふうに扁平していきます。こう出てこう下がる形に扁平していきます。ですからこれは要注意です。非常に注意が必要です。がしかし、ここでこのしかしを覚えてな、前髪のシースルー、今やってるシースルーとか非常に薄い前髪ね、ほんまにパラパラっとしかないよっていう前髪、あるいは真ん中が割れててあまり真ん中に毛の集まっていない前髪の場合、これは逆に前髪が少しちょっとだけプラスになりましたになると、今度はそのすぐ下の目の眉毛のところにマイナスが発生します。このすぐ下、僕眼鏡かけてる、ここな、ここに発生します。そうなると今度そのすぐ下の鼻が出て感じられます。僕たちの脳のデコボコ感を感じる、いつも言ってる遠近を感じるのが大好きなので。そして最後また口元が下がって見えて、最後顎が少し前に出てきます。ということはちょっとだけ私顎欲しいねんっていう人は、薄い前髪を置くと出ました、へこみました、出ました、へこみました、出ましたで、すごく顔の輪郭が良くなってきます。これが前髪の特徴です。大きな前髪は直接ここに来ます。薄い前髪はすぐ下の目に来ます。ですか、他の部分はそうではなく、ボリュームが出ればすぐ下に、薄い髪の毛でもあればすぐ下が下がって見えます。ですか、これが少し前髪のところと違うところです。なぜかというと、僕たちのおでこは真ん中が広がってる、出てるやんか、みんな多少ババンって潰れてる人いてないで、少し出てるんで、どうしてもそういうこういう反応が起こってきます。こことここの関係、あるいはこことこことこことここの関係が真ん中にだけこのデコボコがたくさんあるんで、こういう反応が起こります。この辺には出たりへこんだり、がいくつもないので、出てるかへこんでるか、出てるかへこんでるかだけなので、非常に単純にどっかが出ればどっかがへこむという現象が起こってきます。例えば頬骨の強い人、これが外に張ってたり前に強く出てる人っていうのは、ここが少し小さく
へこんで見えます。同じくここに髪の毛を置くとすぐ下がへこんで見えるんで、この頬骨が嫌な人はすぐ上のここに髪の毛を置いてください。いわゆるよく触覚で置いてる場所ね、ここの場所、あるいはここに分け目のある髪の毛をここに流していただくと、ここはへこんで見えるということになります。分かった？一応これがプラスとマイナスのボリュームの話で、次は最後の中心点という話になります。中心点、中心点って何やねんっていうことですね。僕たちの脳は物を見るときに必ず中心から物を見ていくという脳の働きがあります。顔を見るときは常に顔の真ん中から上へ下へ横にというふうに相手の顔を僕たちは見ていきます。基本的に相手の顔のこの首もここまでのラインで相手の顔を捉えていきます。この顔のペケポンした真ん中、これがこの人の顔の中心になります。ごめん、中心になります。髪の毛も何もない場合ね、普通の髪の毛の場合こうなります。だいたいまあちょっとこれ開いたらあかんな、これが中心になります。これがこの人の真ん中になります。顔の、我々はこっからこの人の顔を上下左右に目線が動いて、上下左右に目線が動いてこの人の顔を認識していくと思ってください。横顔も同じです。横顔も同じく、これは周り全体を囲む四角を使っていただいて、このペケポン打った真ん中がこの人の横顔の中心点ということになります。この場合どちらの頭も僕みたいに今坊主という感じのイメージで折ってください。要するにボリュームが膨らみがないということですね。膨らみない場合はこういうことになります。これが一番正しいこの人の横から見た中心点ということになりますですね。ところが例えばこの人がモヒカン、僕がモヒカンで真ん中にほらモヒカン、わかる？真ん中だけ高いやつ、モヒカンの頭をしました。パンク、僕パンク、僕パンク少年です。モヒカン作りました。すると今度この周りの四角はここまで伸びていきますでしょ。こっからここまでがこの人の顔、髪の毛というふうに僕たちの脳が認識します。わかります？ここまで。そうなってくるとどうなるかというと、この中心点がほら上、まあ、この全体の中心点というふうに移り変わってきます。こうだね。ということは中心点の位置がここからここにレーズアップするような上がるわけよね。捉えていく中心がここからここに上がっていきます。このぐらいの差ですけど大きく上がっていきます。横も同じで、例えばこの人がコンテストに出ました、アップスタイルします、ここに髪の毛ボリューム出しましたってなると、今度はこれを含めた、これを含めた三角形が四角ができて、今度は中心点がここからここに上がっていきます。すなわち中心点はここからここへと移動していくわけですね。ここまでわかるかな。中心点が移動していくということは、僕たちの脳は陽系、この話ボリュームがあると、ボリュームまでを髪の毛と認識してその中心を探す。何もなかった坊主やったら、この坊主のままのここの中心を探す。ここに何か出てピコンで出てたら、これも一緒に僕の顔というふうに認識して、中心点がここからここに上がるってことだな。ここまで分かったね。で、なんでその中心点が上がったらどない関係あんねんって言ったら、僕たちの 目ね、この視覚というのは実はほぼ15度しかピントが定まりません。すなわちあんたの顔をこの辺で見ててもこんだけしか僕の目は認識できないです。その上も下も少しぼやけて見えて、実際ピントが合ってないです。離れるとまあ変わりますけどね。基本的に人を僕ら見るときは、ここを見たら大体この範囲でしか相手の顔のことを感じないです。で、下の方好みか上の方好みかで見る場所が変わってくるんで、その場所しか僕ら見れないです。例えば僕が彼女を見て、彼女のあ目元きれいなと思った瞬間に 目線は上に上がって、中心地がここに上がってしまうんで、ここしか見てないんですよ。下が全然見えなくなっちゃうというふうな状態で、僕たち の目っていうのはこんだけの範囲しか見えへんっていうのをまず一つ頭置いといてな。ということは、こんだけしかさ、うーん、色がない、青でいこうか、赤、青あかんな、黒やな、こんだけしか見えへんわけやさかいにな、これが上に上がったら今度こんだけしか見えへんようになるわけやんか。わかる？
な、ということはどんどんこの上と下がなくなっていくわけね。で、上に上がれば上がるほど下の方が僕らの目線からなくなって外れていってしまうわけですわ。結局わかる？どういうことかというと、僕たちの顔や体っていうのは基本的にいつも言うみたいに逆三角形に筋肉が上がってる、上に上がってる状態が若くて健康的で、あるいは力のある状態です。エステティックは必ず顔を上げていきます。下げていくエステティックのマッサージは基本的にありません、まあ、リンパは別にして基本的に上げていきます。ということは力を上に上げていくことが僕たちの顔、僕ら例えばほうれん線もこうしたら消えていくし、こうしたら戻ってくるしというラインですよね。ということは上に上に力を上げていくと下の方がすっきりして顔がシャープになっていくということです。逆に目線が下に上がってくると、この辺にある二重顎とか、あるいはこの辺のダブリ、下に下がっている筋肉が全部目に入ってくるということですね。ですから真ん中の中心点を上に上げると下の方の見せたくないものが見えなくなってきます。見えなくなってきます。これがまず中心点移動の大事なところです。そして例えばアップスタイルコンテスト出た時、このボリュームを出したらどこにマイナスが出るかというと、ここにプラスが出てくるとその対角線上の下、すなわちこの二重顎の下の部分ですね、顎のここがマイナスになってきます。ここがマイナスになると顔のラインっていうのはシャープに上に伸びていく綺麗なラインに変わってきます。ですからコンテストで審査員が横顔を見た時にここのラインがすごく綺麗に見えるんで点数が入りやすくなります。わかりますか？このラインがシャープに綺麗に見えてきて、このイラン肉が見えてこない。そのためにはここのボリューム、対角線上のボリュームを上に膨らましてやると目線が上に上がるということです。この目的は目線を上に上げるということがこの中心点移動の目的です。上げることによってその対角線のボリュームがなくなってシャープになっていきます。ですからさっき言ったみたいに後頭部にカットでボリュームを出すと対角線上の目のこの部分が後ろに下がるんで出たり入ったりという新しいラインが生まれてくる。ですから後頭部のカットが重要ですよと。あるいは後頭部をもっと大きく見せるためにはその下にマイナスのポイントをつけると余計にこれは出て見えますよということです。これがビザリズムの一番大事なプラスとマイナスというボリュームが出たりへこんだりという、デザインというのはいつも言っているようにこのボリュームが全てです。どこを膨らますか、どこを削るか、どこを出たことによってその人がどういうふうになるか、正面後ろの髪の毛が変わることによって前の顔がどう変わんねんと、あるいはここまで髪の毛切ったのとここまで切ったのとどういうふうに顔の変化がプラスマイナスで起こってくるかということがビザリズムにとって一番大切なポイントになってきます。ですか？これまず今イメージしてくださいね。そしてじゃあ僕たちの仕事で どこに大きく反映してくるかというと、お客様とのコミュニケーションになってきます。お客様は病室で鏡の前でこないして座ってはります。で、皆さんが、まあ、まだすぐはしないで、まあ、今もうすでにあのコンテスト出たりね、カットしたりする場合はもちろんやるんでしょうけど、鏡で見てきれいに仕上げをして最後コームアウトをしていきます。その時に今言ったみたいにトップにボリュームがなくなると、お客さんの自分の顔を見ている目線が全部ここに下の方に集中していきます。すると自分の好きじゃない二重顎とか好きじゃない顎とかたぶりとかがずっと見えて、なんか私めっちゃ今日不細工になってんねんけどこの美容師さん大丈夫かなって、あのシャンプーで長いことをあの鏡の前に押さすのってめちゃくちゃダメなんですよ。なんでかというと鏡にシャンプーしたらさ頭ぺちゃんこになるやんか。よくシャンプーしてからカウンセリングするとこあんねんな、病室な。シャンプーしてからカウンセリングってもう具の骨頂やねんか。なんで言ったらほら頭ぺちゃんこになってさ犬みたいになってね、もうなんかもうシャンプーした犬みたいになってしぼってる顔でさ、ずっと自分の顔見ててさ、こうしてほしい、あしてなる？ならないよな絶対。だ絶対あれ具の骨頂やねん、シャンプーしてカウンセリングというのはね。基本的にお客さんはできるだけ普段と同じ状態の状態でカウンセリングしてあげないと、どこにボリュームを出した自分の顔が綺麗かとか、どこが膨れてる方が私はいいとか分からへんでしょ。シャンプーした後やったらな、覚えてへんしな。いやこっちこっちとかこっちこっちとかって何の話は分からへん。だから基本的にぺちゃんこの頭っていうのは人の顔の下しか見せないということをまずイメージしてくれ。で中心点ここなんでね、全部入っちゃうというふうにまず思ってくれて、そういう時にあのお客様、私の頭なんか今日似合えへんな、仕上げしてはるけどこの美容師さん若いし大丈夫かなっていう時に何をしたらいいかというと、トップのここに何でもいいです。トップの一番顎の線がラインが綺麗になるのはこの部分です。この部分に手でもコームでも何でもいいのでボリュームを出してここにスプレーを振ってください。するとここにボリュームが上がります。
交流があると中心点がここからここに上がるんで、お客様の下が見えなくなります。自分で自分の顔も、結果自分の顔が普段よりもシャープにここが切れてくるんで、あ、この美容師さんうまいわと、こういうふうになります。ですか、ここが一番重要です。これから皆さんが何かした時に、何か似合えへんなこの子と思ったら、ここを上げてください。トップのここにボリューム出してあげると、絶対その人の顔は急に似合うようになります。目線が上に上がるんでね、ちょっとのことで1センチで変わります、あるいは5ミリで変わりますぐらい、このトップのボリュームというのは重要なポイントです。で、僕いつも言ってる、まあ、あんたは違うけど、センター分け危険ですよって、センター分けって一番必要なこのトップのボリューム、ここに分け目つけちゃうんですよ。ここに、ここに分け目つけちゃうと、ここ絶対薄くなっていくんですよね。で、将来ここ薄くなっていくとどうなるかって、いつもべちゃんこなんねん、ここな、ここべちゃんこなったら、もう二重箱ダブダブなってくんねんか、年いったら。わかる、これめちゃくちゃ危険なんで。で、まあ、今流行ってるからみんなセンターで分けるんですけども、センター分けってほんまにその人のビューティー上は危険な分け方です。できれば僕はみんなにいつも言ってるのは、右でも左でも構わへんし、1センチだけずらしてください。1センチずらして横にサイドに持っていってください。そしたら一番、まあ、あんたのこれセンターじゃちょっとずれてるんで、一番この髪の毛を少しずらすだけで、このセンターは膨れて、そしてぺちゃんこじゃなくなります。ぺちゃんこじゃなくなります。ですから少し横から分けてください。どちらも結構です。時々変えていただくのがベストです。そしたらここぺちゃんこにならずに、顎のラインがシャープに見えることになってきます。そしてもう一つ、ハイトーンのカラーリングの人がセンター分けすると根元が黒くなってます。で、根元が黒くなるとどうなるか、黒ってほらボリュームを下げるやろ。で、周りは金髪でボリューム上がってるやろ。周り上がってるのにここだけ下がるんで、ここだけぺちゃんこになるわけや。で、ここぺちゃんこになると、ここぺちゃんこボワボワってしたり、ポンポンポンゴンゴンゴンになるんで、なということは、ここに黒が来るというのは非常に顔にとっては危険なことやということです。ですから少し分け目をつけるだけで、ここが隠れて真ん中に金髪が来るでしょう。まあ、横にちょっとずれるけどな、横には黒いとこ来るけども、金髪ずれるんで、そうなってくるとトップのボリュームが下がらずに済むということです。で、あんまり美容師さんは全然考えてあらへんので、そんなことは美容師さんは。ですから、これから皆さんこの仕事していくで、絶対トップのボリュームの大事さ、トップは必ず少しだけボリュームを上げとる方が、その人の顔がシャープに綺麗に上に上がって見えるということはちゃんと覚えておいてください。特に皆さんこれから、まあ、皆さんは若いけども、これから皆さんが仕事する相手っておばちゃんやし な年齢高い人がほとんど客でしょ。これからそうなってくると、やっぱりこういうトップボリュームというのが、その人の顎周りの肉、あるいは顎周りのボリュームにすごく影響を与えているということは知っておいて、トップを上げるとその人の顔が似合いやすくなるよ、綺麗に見えるよということはすごく大事なことになってきます。あるいは顔の輪郭、日本人ぺちゃんこやけど後頭部のボリューム出すことによって顔の輪郭が強くなってきて、その人がちょっと外人化するわけやな、立体感のある顔に見えてきますよ。平たい顔の種族がデコボコの顔の種族に少しだけ変化するというのは、後頭部のボリューム、あるいは後頭部の出入りが出たり入ったりとすることが、これが相手の正面の顔を変えていく大きなネタになってくるということです。だから特に利用の方は、利用の方はね、そもそも利用のカット自体がひし形を作る形なんで、トップにボリューム出しやすいです、利用のカットは。ですからほっといてもトップボリュームが利用の人のカットは出てくる。最近利用のカット入ってますけど、一つ理由そうなんで、トップにボリュームが出やすいんで、フォルムがひし形描きやすい、作りやすい、締まりが良くて上がよく上がって横に張ってくる、こういう形が作りやすいんですね。直上先発、あるいは歯間刈りというカットの仕方っていうのがね。ですからそういう意味においては、美容のカットっていうのは、僕ら美容の、まあ、今勉強してる人が多いんで、美容の人もたくさんテクニック使ってますけど、仕方のフォルムを作ることの作りやすい、まあ、カットの、テクニックやというふうに思っていただいたら、なんでやったらここにうまいことボリュームが出るから、切り方をするね。ということで、やっぱり冊数の頭っていうのは、そういう意味で少しセンター分けにしたり、ね、潰してしまうんで、結構下の方にボリュームがいっちゃう、まあ、どっちかというとナチュラル思考なので、そっちのナチュラルの方の方向に顔が向いてしまうということは、まあ、否めないということですね。ボブスタイルとしてもどうしてもそういう傾向が出てきます。で、下にボリュームが出てくると、どうしても顔は下の方に目線が入ってしまいます。先ほど言ったみたいに、ボリュームのあるところに僕たちの目は走りやすくなります。ボリュームが上にあると上に目が走ります、下にあると下に目が走りますというふうに、僕たちの脳が自然に働いてしまうという、僕たちの脳の構造があるから、そういう構造を利用して、このビザリズムというのは、こういうイリュージョンを作っていきます。すなわちお客様の顔に変化を与えるということを行って
いけます。ビタリズムというのはお金をいただくためです。少しでもたくさんお金をいただいて相手に満足を得てもらうための勉強です。相手が満足をしてお金を払っていただくと皆さんの懐も非常に満足できる状態に膨らんでいきます。ということで、今日はこれで終わります。はい、お疲れ様でした。やめました。いや、こっちの方が上がり見え、はい、こっちの顔の方がいいで、うん、こっちの顔の方がすごい可愛い、それこっちの方がいい。見とけやめ、めっちゃ変わるからな。今すぐ見て、OK、今これ目のラインに合わせてねんな、これ。次に乗ってる。ここは、ここは、ここはね、ほんまにいらん、ここはね、ほんまにいらんかったら、これちょっとだけ短くしたいね。よっしゃ、A 丸になった。あ、やった。うん。OK、大丈夫や。これいらなくなった。OK、これで。これこれ。いいな、これ。よし、これで。これで。よっしゃ、はい、できた。あ、ありがとうございます。うん、分かった？出た。な、全然やろ。こうなったら、目丸になったら。優しい顔になって、この丸み作って、今ここにちょっとだけこのボリューム残して、このボリュームがあるとこれが消えていくんで、このラウンドだけでは前髪薄いんで、これに影響ないんで、ちょっとだけここ切って、この髪の毛が見ときゃ、ほら、なくなると、ほら、ここの頬骨ってすごく強く感じるやろ、みたいな。ここにな、少しだけボリューム、ほら、ボリュームをここ残すと、このボリュームでこれが少し奥に上がってみる。出ました、下がりました、なくなりました、出ました。っていう風になってくるんで、こことここのラインをちょっと見といてくれたらいいなって感じ。 OK、 サンキュー。ありがとうございます。切ったろ。うん、切ってあげよう。どうなりたい？目別にない。別にない。まあ目な、結構綺麗な目してるしな、うん、下のな、目な、こう上がっていく目が好きか、下がっていく目がどっちが好き？上がっていく方やな、多分な。こっちの目の方が力強いねんか、上がっていく方が。だから少し上がった方が、多分自分の顔的には好きやと思う。見上げて。よっしゃ。おおやろ。全然ちゃうやろ。な、見てみ。目開けたら分かるやろ、パッとこうして。さっきちょっと分かんないけど、パッと目開けたら全然ちゃうやろ。はい、見上げて。オッケー。かわいい。めっちゃかわいい。うん、ほら、目が上がって、目大きくなったやろ。これすごく下からこう上がっていく力が出てきて、目が大きく。で、目が横に広がっていってるから、もうほんまに5ミリずつよく切っただけで、横へ、さっきよりも横に目が広がっていく境に目が大きく横に広がって上がっていくっていうことなんだよね、うん、さっき言ったみたいにそんなにたくさん切らなくてもこんだけ、もうほんまこんだけ切ってへん、こんだけしか、こんだけでも2ミリと5ミリぐらいしか切ってない、幅5ミリ、うん、ナイスやろ、うん、ナイス、かわいい、めっちゃかわいいんだ、うん、
さ、さどうしよう。どうなりたい。どうなりたい。うん、面倒見したい。横に広げたい。下から上上げていきたい。下げていきたい。どうしたい。俺が選んでんやったら、あんた絶対上がりや。うん、口紅のリプライも上がってし、下上がりラインつけると絶対絶対顔きれいになる。まずみんな今見とこな、先な、先の使用前見とこか、使用前、使用前の状態、使用前な、使用前、使用前な、幅狭い、めちゃくちゃ幅が狭い。まずこれ今使用前の顔な、使用前の顔、使用前の顔でどんな顔やねんって。この子はちょっと横に弾かなあかんから、そうやろ、横に弾く方が好きやろ、こうやって横に投げて、はい、あれでいく方がな、多分そうやと思う。あ、めっちゃ顔変わった。お、めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。はい、これ使用後。めっちゃかわいいやろ。うん。びっくりしたやろ。すごいやろ。目大きい大きなったやろ。自分の目が大きなったら分かるやろ。この毛は横に下ろしていいしな。別に大丈夫やしな。これ大丈夫。ほら。うん、こんだけずつ、こんだけずつ。すごいやろ。うん、大変身、大変身。どうしたい？目どうしたい？大きくしたい。大きくしたい。大きくしたい。どういうふうに大きくしたい？あんたの場合、目のな下っ側がすごく直線やねんか。で、この直線を今のカットは直線に来てしまって、目がすごく直線的に見えんねん。うん。じゃあ少し丸みに出した方が僕はいいと思う。はい、うん、目的には。絶対に嫌だよ。ちょっとこれかけといてな。ちょっとだけやで、これ。ほんまこんなん、ほんま何ミリやで、これ。何ミリで十分やねんで。そんないっぱいいっぱい切る必要ないねんで、こんだけでええねんで。たったこんだけで、ほんまにちょっとやろ。こんだけでええねん。はい、かわいい。目を見丸になったやろ、言うように。いい、ちょっと垂れ目じゃなったけど目丸になったやろ。なんかこっちの前髪の方がかわいい。そうやろ。そうやろ。かわいいなったやろ、普通に。で、これなんで言ったらな、これここしたらな、こことここにボリューム出てるし、このほっぺたの丸みが少し今収まってんねんか。でさっきのあれパッツンやったんで、これがすごく前に出てきてしまってて、で今こうしてこうするとこことここにボリューム出るんで、これがへこんで、おまけに少し幅広くなったから目が長く横に広がっていってるってことやな。可愛くなった、よかった。何よりや。あ、鼻小さくしたいね。 OK。 おんまゆ嫌です。おんまゆなんかし、おんまゆ俺嫌いやから、おんまゆしない派やから、俺は基本的に小さくしたいな。鼻小さくしたいか、よし。
鼻をちっちゃくする。丸がいらない。丸みがいらない。でも目は丸い、大きいがいい。難しいこと言うな。分かった。ちょっと増やすで、前髪な。前髪というか流れていく髪の毛ちょっと増やすな。やばい、すごい押してる。嫌だね、絶対嫌だね。成功。で、自分でいつもちょっと丸見つけて、丸見つけて、前髪、いつも今やってるみたいに丸見つけて、あの自分で仕上げしたとしたら、こういうふうに、こういうふうになる、うん。ありがとうございます。うん、なったやろ。お花、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 ちょっとわからなくなる。ほら、うん、丸見てる、目丸くなってるし、曲線でいい。あ、ここにできるだけ直線持ったように、できるだけここに、この周りに曲線、曲線持っていくと、お花は少し奥に下がっていくんで、ここに常に曲線、うん、前髪に。曲線、ちょっと曲線で仕上げた日がこういう風に今いつも、そう、さっきみたいに曲線曲線でいくと自分で分かってんねん。曲線にした方がお花が目立たへんか分かってんねん。こう直線入れるとお花すごく目立つんで、多分それがいけない。分けない方がいいですか。もう分け目あってもなかったもいい。今これ少しこういう風にこっちとこっちと分けてるけど、あんまりこう開かない方がいい。うん、少しだけそれでいい。少し、そうそうそう。ここも丸み持ったら目丸く見えるから、丸み丸みで全体的に丸み作って、それでいい。あんたはほっぺたいらんな。ほっぺたいらんな。いらん。ほっぺたいらん。ほっぺたいらん。ほっぺたいらんということは、前髪あまり作らない、作らない。目丸いし、ほっとってもあんた目大きいねんか。丸いねんか。だし、この丸い目を生かして、な、これを消すわな。目、上がった方がいいか、下がった方がいい、どっちがいい？下がった方がいいか。Okay、もうすでにかわいい。すでにかわいい。すでにかわいいやろ。すでにかわいい。なおかつかわいくするわな。めっちゃ可愛いなって。いつもできるだけこれとこれ分けて、こうやって、分かる？ちょっとだけこれ、ちょっとだけこれ、ここ置いといたら、ほら、ちょっと短い、ちょっと長いな、こちら。置いといたら、この毛って、この毛で、ここのほら丸み、あったら丸なるやん。ほらほら、これ出てきたら、これほら直線が来るから、じゃあ自分でできるだけ先を細くこうやって置いといてくれたら、めっちゃ直線になるから、そしたらほっぺた消えるやろ、ほら。丸みがめっちゃなくなってるやろ。すごい、うん、だこれ目だけ丸くしてほっぺたのこの直線を、あの 丸みをこの直線で消してんねんな。この直線入れることによってこの丸みがなくなんねん。見ときはこれな、曲線にするで、こうやってほらこうやると丸み出てくるでしょ。あるいは逆にこういうふうに曲線こう入れて、これが一番丸くなんねん。これ一番損やし、絶対したらあかんやつ。これほらほっぺた出てくるでしょ、前に。これ逆のラインにこう持ってくるとほっぺたなくなんねんな。で、特に直線的にこう持っていくと、この直線に身が騙されて、ここのほっぺたの丸みが消えてしまうっていうこと。で、さっきから教えてることでしょでな。直線は直線に読んで、ね、前髪はきれいにこうして丸みつけてあげたら、彼女の目が丸いんで、ほっとってもきれいに丸くなるって話。ってことやな。うん、なんか、きつく見られたいわけじゃない。けど、
でもなんかシュッっていう風にはしたい。せたいな。でも可愛い系の方が、うん、今の髪の毛はな、少しこういうラウンド入ってて、ここにこう髪の毛ついてんねんか、これで結構こういう風になってんねんな。目の形としてはあんたはこういう目をしてんねん。うん、だし上の目が反応しにくい目の形してんねんな。どっちかというと自分の目はこういうふうに下から上の方が反応しやすい目してんねん。だから無理やりこっち側の反応に目を変えていってんねんか。僕やったらもうこの少しこの目の反応をな、このこれやめて少し直線的に持っていって横に広げていって、ちょっと目は強く見えるけども顔はめっちゃ細見える。どっちがいい？どっちがいい？どっちがいい？そうやね、そうやね。うん、若干やで。もうほとんどまっすぐでいいと思うね、彼女。ほとんどまっすぐでしただけで多分目は大きくなって顔は逆三角形になる。そう、それは間違ってると思う、うんうん、間違ってると思う。ええ毛してるな、あんた。綺麗な毛してる。うん、もうこれでほらめっちゃ 目か感じ変わった。これだけで十分や。めっちゃ可愛いなってきた。どや。どや。顔細なったやろ、すって。え、変わってる。めっちゃ変わってるよ。それめっちゃ変わってるよ。それはめっちゃ変わってる。こんだけやで。うん、左右、左右。ミリ全然違うやろ。嬉しいやろ結構これ。でこの髪の毛抜けてるからさ、この髪の毛抜けてるから、いつもこの髪の毛ちゃんと自分で意識して前にちょっと残すようにこうしてくれる、はい、うん、両方ともな、はい、うん、それこの髪の毛後ろの毛と分けてこれだけ前に残してくれると、この丸み消えて顔に細いラインができてくるし、これが顔こういうふうになってるし、うん、見ときゃこれなくなっただけで彼女全然顔変わっちゃうもん。ほら変わるわな。今さ絶対これ重要ポイントやね、これ実は、うん、これのこのボリュームによってここにか、うん、ボリューム出るとこれが削れてくる、あった方がいいだいうラインやさかいに、これすごく貴重や、これ大事、置いとかない、絶対置いといてくださいっていうやつやな。